さあ、はい、というわけで今回は、はい、放浪記ボートピア編、前回に引き続きまして、はい、七瀬静香ちゃんに来てもらってますが、よろしくお願いします。まあお分かりの通りでございますけれども、前回の、ボートピア朝子から、はい、まあ、南に1時間ぐらいかな、はい、車で降りてきたところにある、ボートピア滝野というところにお邪魔しようと思っております。はい、まあこの感じからもお分かりの通り、うん、先ほどの続きですんで、うん、我々はなんとプラスからスタートということなんですね。しかもね、いいお昼ご飯もね、そう、美味しかった。美味しい回転寿司屋さんに連れてってもらいまして、はい、非常に今コンディション的に万全の状態で来てますんで、気分がいい。ああ、この状態でちょっともうマックス気持ちいいを目指してそうですね、行っちゃいますか。もう行っちゃいましょう。ガンガンに気持ちよくなって帰りたいなと思っております。はい、前回同様ですね、うん、今回の分の回収率、はい、だからまたゼロからスタートしまして、あ、なるほど、回収率 100% 以上を目指して、はい、100% 以上が達成できると放浪記オリジナルクオカードのプレゼントの人数が増えるというふうになっておりますので、我々、個人収支をプラスにできるように、うん、頑張って戦いたいと思います。はい、それでは早速行ってきます。頑張ります。さあ、というわけで入ってすぐ右手に階段があって、はい、こっから指定席と、はい、ロイヤル席っていうのもあるらしい。おお、ほんとだ。ちゃんとナイター時間は値下げもしてくれるね。でかなりくつろげるところらしいんだけど、はい、あのゆっくり見に行っていいかって言ったら、スタッフがそんな時間はないって言って、時間はない、うん、せっかくなのに船券買いたいんだって。早く買いたいからやめましょうって言われて、早く行けって言われて、あの映像は皆さんにもう届いたでしょ。非常にくつろげるいい場所らしいんですけど、はい、まあ、見るより船券買おうぜってことらしい。私たちは見なくていいってことですね。そうそうそう、皆さんに届ければいいっていう、まあ、僕らもだからこの動画が配信されたら見る。そうですね、それで私たちも一緒に見る。いいとこだ。なるほどっていう感じでね、始まっちゃうぞナイターも。そうですね、あ、本当ナイターも。そうなんだよ、始まる時間ですね。ガマ、丸亀、若松、忙しいですよ。いいの、手帳もらわなくて。もらったことないですね、滝野の刻印入り。もらっていい。これはこれ後期のやつ。こっちは何ですか。あ、これ前期だ。あ、これがその前。え、選手情報とか全部書いてある。初めて持ちました。いや、これ何が面白いって、はい、一番後ろのここに錠の絞りの度合いとか全部書いてある。すごい、めちゃくちゃ面白いから、これ見てるだけで1日潰れる。でこれを見ながら、あ、関東の錠の方が絞りきついんだとか、ここって絞ってあるように見えて絞ってないんだとか、はい、すごい面白いんです。手帳という存在を知りませんでした。人生で初めてお会いしました。ウィーウィー、そうでしょ。本当ですとか、何かな、来年のスケジュール帳かなと思います。無料でくれるのかなと。普通、あのどこの上でもインフォメーションセンターに行ったら、はい、気代わりしてすぐはいっぱい置いたんです。これ無料でもらえるんですか。そうです。知らなかったです。ボートレースチケットショップの名前も全部載ってるんですね。全部載ってる。すごい。まあ、今日はもう場所を用意してもらってるんで、早速はい、頑張ります。さあ、早速奥に特別にテーブルを置いてもらいましたけど、はいはい、なんとこのポートピア滝野さんは、うん、週に1回必ず、うん、ヤクルトを配ってもらえるんだそうです。え、お客さんにですか。でたまたま今日は、あ、やった、ヨーグルトもある。はい、へえ、ありがとうございます。食べるヤクルト、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそう。すごい、ヤクルト。食べるヤクルトって初めて見たけど。そうですね、飲むイメージでいろんな味があってっていうのは分かりますけど、多分飲むヤクルトの日もあると思うんだけど、はい、必ず週に1回不定期で配ってくれる日があるんですって。うん、ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト、めちゃくちゃヤクルト。うまっ。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいですね、これ。なんでこれ期間限定なんだよ。
これめっちゃ美味しい。期間限定って書いてある。うまいよね。これめっちゃ美味しい。滑らか。デザートにいいですね。私たちご飯食べた後。ちょうどご飯食べた後。めっちゃさっぱりでも。え、これめっちゃ美味しいよ、本当に。結構これうまいね。衝撃だくらい美味しいですよね。あれだったらベロ突っ込んでこうベロベロベロって掃除、蓋も舐めていいよ。めっちゃ美味しい、ごちそうさまです。いいです、週一で。よかった、新発見だったわね。ありがとうございます。ごちそうさまです。美味しかったです。デザートも食べて、うん、あとは当てるだけですね。あとお金増やすだけだから行こう、どんどん行こう。今日ほんで優勝戦が何個かあるんでしょ。ありますね。尼崎、琵琶湖、浜名湖ですかね。尼崎、琵琶湖、浜名湖、全部優勝戦。そうです、浜名湖、琵琶湖、尼崎、優勝戦です。徳山の優勝戦も終わっちゃったんで、はい。その前の11から始められる。はい、今11ですね。天琵琶湖、浜名湖、全部優勝戦だから、はい、とりあえず スパートかけようかな。浜名湖10分前、11レース。あ、江口選手4から1コース。どこですか。え、浜名湖11レース。あ、俺天ヶ崎に見た。江口選手、坂口選手。あー、お金くれた江口さんがいいんで、はい、そこにめぐるがどういけるかって、はい、めぐるちゃんがちょっと良くなさそうなんだよね。めぐる選手、一ノ瀬さん動いてないのかな。進入は 1,2,3,4,5,6 です。元吉さんがまたたまにスタートいけてるから厄介だ。今 1,2,3 が 5.1 倍です。ちなみに 1,2,3,4 が、なるほどね、人気してます。俺なんかめぐるちゃんの2コースってそんなにいいイメージないんだけどね。あ、そうなんですか。 2から、そうは言っても船券に絡むという意味では絡みそうなところではあるのか。あ、これいいわ。はい、来ました。浜名湖11レース1全26です。江口さんの逃げはいいとして、2号艇めぐりちゃんか6号艇の一ノ瀬さんが3頭に来るんじゃないかという船券ですね。これでも、一番安いところで10倍ぐらいなんで、まあ十分かなと思っております。1331の西五にします。3コースからのまくり出し。さっき江口選手は勝たせてもらったので、まあ、逃げからで、中口選手がそうあんまりな感じがしたので、ここは3に期待をしてこれでいきたいと思います。券売機自体も初めての券売機でした。あれは富士通製なので、はい、一般的な日本トーターかな、トーターのとはちょっと違う、はい、江戸川とかでもあれです。あ、そうなんですね、うん、初めて使いました。どここれは狙えるだろう。さあ、琵琶湖11レースルーキーシリーズなんで、3号艇の黒野選手非常に強いですから 1-3-0 でいいかなっていうところなんですけども、このウイチゲのオッズが美味しすぎてこっちを買ってしまう。これはダメだ、これはダメだ。天ヶ崎はもうモードに入ってるぞ。これ多分6倍ぐらいのが、うん、我慢モード。琵琶湖です。琵琶湖さん、ここ331の4号に各2000円ずつ行きました。まあ、イン逃げがね濃厚、80% ぐらい多分逃げると思うんですけども、3の黒の選手のまくり出しお上手なんで期待したいと思います。天ヶ崎の11レースはちょっと外2艇の出番がなさそうだったので、安いところですが我慢して、この中に6倍ちょっとのところがあったので、もう6点で来られるしかないなと思いました。ガマの2レース目がもう10分前だね。そうなんですよ、ナイツさっき1レース締めくって、ちょっとこの時間めっちゃ忙しいですね。ナイターも始まって、あ、でもこれまだ少ない方よ。本当ですか、うん、結構その前回のでちょっと慣れたなって、ウイチさんについていけるかもしれないと思ったんですけど、はいはい、ちょっと無理かもしれないと思うぐらい。いやいや、いけるいける、ちょっとまた、うん、頑張ります、戦っていきます。またちょっとパニックになってきてる。戸玉が外出てる。早すぎ
尼崎パーナイト。あのボートピアでやりがちなのは、はい、侵入変わってることに全く気づかない。そうですよね、侵入からちょっと見ないといけないですよね。そう、あとチルト跳ねてるとか部品交換してるとか全然見てない。普段ゆっくりの時は見えてんのに、はい、急に見忘れることがあるから、はい、それだけ気をつけて。まあでもね、はい、急いでいっぱい買おうとするんじゃなくて、はい、まあ自分のペースの方がいいですよ、うん。さあめぐるちゃん頑張れ。3頭だぞ、頑張って。3頭アウトロックコースに6号でした。第11レースの選抜戦、新入院コースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。いやーめぐるちゃんのが出てる。ほぼ揃ったスタートとなりました。そのまま1周の1マークインから先手1号艇の江口、さあ2号艇坂口握っていく。いやーささらん、ささらん、ささらん、ささらんけどこれ 1-2 で終わっちゃうのかな。江口切り込んできた2号艇坂口、伸びてきてる。1号艇人気の両者の一騎打ちか。スタートは正常、1周の2マーク内側から2号艇坂口メッシュを回っていく。2番手3、2番手4号艇の伊藤握っていく。1号艇口後方では3号艇めぐるちゃんを信じて頭で買うべきだったのか。これ3着付けにしちゃった。あの成績まで見てね、あんまりでしたもんね、成績がパッとしない感じだったから。3番手に行って4号艇伊藤定蔵の琵琶湖始まってる、はい、4番5番の6番でスタートしました。インコース1号艇の6が良すぎじゃねえか。2コースから4コース3艇が若干へこんで1周3等でいいんだぞ。1号艇中田がインから先制する。入ってこい3、よしよしよし、あっ刺さってる。31持ってんの。314持ってる。315だよあれ。4号持ってます。すごい314号。1号艇中田も2番手すぐ後方、2マーク勝負、2マーク勝負。さらに後方は642一周2マーク。あーもう全然無理だ。315よし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 、すごいじゃん。琵琶湖2000円。なんでどうしたの。 4.2 千円ずつ行きました。ついにちょっとついにやりだしたな。待って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 、よしよしよし、何31って誰。あクロンセえそうです、はい、ま、3コース上手なんでまくり差しなんでそこを狙いました。握っていってかわしました5号艇。そうなんだよ、はい、なんかめっちゃ流れてる。俺のカメラに言ってんの、黒野くんが上手なので13でいいかなと思います。よし、まだでもゴールするまで怖いんだよな。いやいやでも315ですよこんなの。3コースからの見事なまくり出し、最終日は連勝での3勝目が目前。2番手は1号艇中田、3番手は5号艇の吉田、3番1番5番で第11レースはまもなくゴール。先頭3番の黒野五輪、2番手1番中田、おめでとう。もうやりました、やった、嬉しい。早めの的中、イエーイ。いいね。よし、いくらつくかとかはちょっとあんまわからないですけども、いくらつく。お、6630 12万12万すごっ、やったー、ちょっとゴールじゃん、もうゴール、ちょ気持ちよすぎるだろ。やったもうどんどん行こう。俺抜かれたんじゃないもう。いや BTS 最高ですね。行った方がいい、今日チャンスかもしれない。ねちょっと、え、6600何でしたっけ。 OBTS になるかもしれない。 OBTS やっちゃいます。 OBTSOBTS 滝の事件だよ。尼崎さん始まってますよ。いやー31中田達也だったから買いづらかったんだよな確か。そうでもイン強いですもん ね、スタートまでは残り、ただ黒野くんも相当やるのはな思ってたかな。スタートしました、あまり差のないスリット6選手横4が出ていくか。出番ないよ。1号艇大峰先行体制、そして2コースの2号艇決めなは外に出て出番ないよ。外を回したのはオーケー。内を捉えては4号艇の山田、1、4で来い。バックへ入りますが、4伸びろ、陰線あっさり、4伸びろ、1号艇4伸びろ、あー切れた、切れちゃった。スタートは正常でした。
1342、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 1
3号艇山田、5番艇以降は5号艇、6号艇が続いています。いやー、しずちゃんすごいわいやいや、うちさんも今当たってますよね。いや、これはもう大してつかないの分かってる大してつかないどころか、もう当たるとこ分かってるぐらいのレースですから。固いとこってことですね。そう、逃げればってぶっちぎりの逃げだ。6号艇の金田です。しっかりと押し切っていきました。1号艇大峰、今2周に回る旋回からホームへ戻ってまいります。もうどうもにもならない。やっぱ尼崎俺分かってるな分かってますか、うん、やっぱもう長くやってるからそうそうそういっぱい見てきてますもんね。尼崎だと割と躊躇なく安いとこ買えるの、うん、信頼があるってことですね。でもあの本当に安定してる、はい、3号艇の後藤です。序盤押し上げに苦しみましたが、さすがの調整手腕。でも何かがっていうのが起こりにくいですもんね。もしかしたらみたいなのがあんまりないね、印象的に。ラストマークの旋回からホームです。1号艇の大峰が先頭、3号艇後藤2番手、2号艇木村は3番手、上位3艇1、3、2、11レース。いや、締め切られた。どこですか。私ちょっとレースにめっちゃ集中してました。しまったー、ガマゴーリ間に合わなかった。5番中あたり6番当たりました。以上、尼崎第11レースでした。2000円やりました、ありがとうございますすごいありがとうございます。あ、そう、あ、そう、最後にまとめて、最後に行くの、最後にまとめこんな大金を、そう、最後にちょっと1着1番、2着3番、3着2番そうなんですね。 ありがとうございますあったかいですね、やっぱり。あったかいでしょ。あったかいですね。でもちょっとドキドキしたいでしょそんなに見るみたいな。いやいや、そんなことないです。嬉しかったです。2回目ぐらいの時にちょっとあって思ったいや、もう大丈夫です。そんなことないです。嬉しかったです。はい、次。あ、 13.5 倍あったの。あ、まあまあだ。あ、ナイス。これ1本ずつですね、うん、よし。丸亀はね、これ香ばしいんだよ。これ確かにどこから狙ったらいいかちょっと難しい感じは確かにしますね。やべえ、これ何点になってんのか分かんない。これはちょっと怖いです。いくらかかるのか。2万円で足りるのか。思った以上にお安く済みました。丸亀の2レース、2号艇にね、全部6着のちょっと成績の悪い選手がいたのが見えたので、13頭、1342着、1345までを、あ、13456ですね、ちょっと意外とついてるんで、誰が頭になってもおかしくないようなレースですから、穴目狙ってみたいと思いました。丸亀2レース、3を軸に変えました。まずは逃げからの3、4、5路ですね、外ですね。木の選手がちょっとだいぶしんどそうなので、全部6着取ってたんで、そこを切らしてもらって、であとは内スタートがゆっくりめなので、3が攻めていった時の外、しごろしごろ、これでいきたいなと思います。若松に穴が出るよ最高じゃないか。あー、でもまあバレてんな。すごいいっぱいあるすごいですねこれ。うん、楽しいでしょ。楽しいですけど、パニック5もあるよ。135、135。さあ、若松もちょっと穴目。さあ、若松の2レース。ここもですね、相当カオスな匂いがしますので、かなり広めに135、135の12345。6号では新人の。そうですね。あ、で、2も切ってますね。まあ、混乱してきてるんで、理由はよくわかりません。はい。かなりの狙い。さあ、次。はい、若松2レースです。インから攻めていこうと思います。1からの3号の235。丸亀なんだ、これ1、3、1、3、4、1、3、4、4番、5番、6番です。見えない、絶妙に見えない。スタートしました。ほぼ揃ったスタートになりました。確定1周1マークへと向かいます。インから先手は1号艇上のまくっていく3号艇森作、内側3まくりきれ、バックスレッジへと入ります。
先頭は菊池から1号艇上野、外からは3号艇森作となっています。3番手は5号艇木庵が優勢。森作無理か。スタートは正常です。1番一周にマーク、先頭でターンするのは1号艇上野、内から旋回5号艇木山、かわして3号艇森作、ホームストレッチへと戻ります。先頭は1号艇上野、当たりは当たり、当たり安いんだろう。では5号艇木山となっています。私は俺さっきの当たり船券どこ行った？私1、3のしごろで買ってる。先頭は1号艇上野、2番手3号艇森作、後ろ番手餃子大好き、バックストレッチへと入って上位3艇、あ、大丈夫そう。3番、5番となっています。3、5、合ってる。4番手、勝一走、6号艇、岡村。その差は2艇進半。3番手、4番手、や近い状況。レースは2周にマークです。あ、5の方がいいですね。5、20、5。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。頑張れ、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 2番手3号艇森作、3番手5号艇木山、3周回転が回転が回転、あ、浮いた、よし大丈夫。上位3艇1番、全然違います、9倍も違う。5番となっています。4番手から追走、6号艇岡村。レースはラストコーナーへと移ります。最後最後、先頭は1号艇上野、2番手3号艇森作、3番手5号艇木山、ね、あ、えが怖い、浮いた、浮いた、大丈夫、浮いた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 、5号艇木山、先頭1番、大丈夫か、大丈夫、あ、大丈夫そう、三着どうか、5番、大丈夫でしょ、ギリギリや、分からんね、五がいいよね、五がいい、九倍も違いますもん、だって五がいい、25倍か10、あ、よし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 、いいね、よしよし、いい感じ、楽しい、超絶いい感じ、そんなついてないんだよね、いいとこでもしょ。もう気絶しそうだわ。いやー、これをガミるな、私も。